灰夜歓喜はこの孤立した城から広がっているようだ。欠片がこの中にあるのは間違いない。古代の砂漠の寺院が地下の奥深くに眠っている。邪悪な村人の王はそこに残された力を使い不死者の軍団を呼び寄せようとしている。だがその入り口が隠された峡谷は
Thank you.
ここが古代の砂漠の寺院だ。どんな真実や財宝が中で待ち受けているか、自分の目で確かめるしかない。